どうもごきょうです。皆さんご元気でしょうか。本日の動画はフランスティア級プレミアム系戦車フラタニティシャールエメルスバサントキャンツです。この車両は軽戦車なんですけども、車体の大きさがね結構大きくて中戦車並みにあります。なのに視界もね乏しくて隠蔽もねよくありません。ただその代わりに特徴がね2つあって、で、まず高速モードがね使えることです。高速モードはね切り替え時は止まる必要があるんですけど、 1.5 秒と短い間隔で切り替えることができるので非常に使いやすいです。高速時は最高速が75キロで交代がね30キロとね非常に速いです。ただし隠蔽はね下がってしまうんですけども、この車両に限ってはね視界も落ちてしまうというね大きなデメリットを背負っています。もともとね視界が良くないのでさらに落ちてしまう形になるので、偵察力がね一気に下がるので、走り手としてのね高速モードは有効的ではないかなと思います。なのでこの高速モードはあくまでもねリポ GO とか初動ガーって入って見て帰るみたいなね、そんな動きにしか使えないということは留意しておいた方がいいかなと思います。二つ目の特徴なんですけど、手法がねオートローダーと3点バーストの手法を選ぶことができます。オートローダーの手法は DPM 貫通力、単発火力、断層火力が高いという特徴があります。断層火力は1620とね非常に高いですが、発射間隔がね 3.5 秒なのでバン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 ねずっと撃ち続けることはちょっと難しいかなといった感じです。一方3点バーストの方はローダー砲に比べると DPM 貫通力、単発火力が劣るんですけど、代わりに一発撃つとバンバンバンとね3発飛ぶという感じになっています。ただもちろんバンバンバンと撃っているので、その時の拡散で全弾的中させるっていうのはちょっと難しいかなと思います。貫通力もね低いので。実際にやってみた。なので取り扱いやすいのはオートローダー砲の方かなと思います。どちらの方もね他のオートローダー軽戦車とか中戦車に比べると特にね拡散については非常に良好かなと思いますんで、そこも長所かなと思います。僕が使って思うのは、一応軽戦車のカテゴリーなんですけど、立ち回りとしては非常にね中戦車チックに立ち回らなければならないなぁといった感じです。視界も隠蔽もあまり良くないですし、軽戦車というカテゴリー上ヘルスもね少なくて、おまけに車体はでかいですし、かといって走行があるわけでもないので、序盤のね初動偵察だけ足を使って、その後はね後ろからちょんちょんと打って、で中盤以降はね高速モードとかローダー火力を使って一気にね詰めていくっていう動きになるのかなといった印象です。ちなみに車体がでかいので当然重量もあって、軽戦車にね対するラムアタックは非常に有効です。拡張パーツはこの3点セットです。一応ね偵察能力を高めて、牽引システムは高速じゃない時のね足を上げるためと、旋回性能がね軽戦車の割には劣悪なのでつけているといった感じです。当然高速時のね最高速も上がるので、この場合だと82キロぐらいは出ます。手法はオートローダー砲の方を使っています。車長のスキルはこんな感じです。軽戦車がねつけるようなスキル構成にしています。特筆すべきはこのクラッチの命手ですかね。先ほども言ったんですけど、旋回性能がね常時でもあまり良くないのでつけているといった感じです。結果ステータスはこんな感じです。はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはオーバーロードのチームデスマッチ南脇ティア級トップです。
まあね、初動に関してはフラタニティ君はね、爆速で行けることができるので、そこではね、軽戦っぽく動きます。ただ、隠蔽とね、視界が落ちているので、切ってから、顔を出すという形になります。はい、で、取れましたね。取れましたけど、こちらも僕の視界じゃないですね。で、まあ飯食ってですね。で、ああいうね、棒立ち相手はね、3点バースト結構有効なんですけど、ただ、やっぱ使い勝手はこちらの方が上なんで、まあこちらをお勧めしているという感じです。まあ今の3発をね、バン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 と、3点バーストの場合は、まあちょっとダメージ下がるんですけど、合計的には多分向こうの取れてたかなっていう感じですよね。だから向こうの手法はね、やっぱティア10マッチングに、マッチングの時にほんまに鼻くそみたいな球なんで、ちょっとね、うん、こっちの方がいいと思います、やはり。というのはどうでもいいですね。まあティガー君が落ちてくれたんで、ちょっとね、敵は 1,2,3 ライン押しっぽいなーっていう感じですね。なんで、まあ上すくっていけたらいいよねーっていう、上っていうのは9点ですね。はい、っていう感じで動いてるのかなと思います。相変わらずね、オーバーロードはね、海岸で潮干狩り、まあちょうどね、いい時期だと思うんですけども、まあやっちゃう人が多いよねーって感じですね。まあ当然なんですけど、どのゲームでもね、高台っていうか地形が上の方が有利になるんで、まあこの場合だと 9-0 の方がね、マップ上一番高い位置になりますんで、こっちの方を取っていくと、あとは打ち下ろしていく形になるんで、まあ当然ね、 9-0 を取っていく方がいいよねっていう感じですね。まあ見てわかると思うんですけど、軽戦車っていうよりかは高機動のね、中戦車みたいなね、立ち回りになります、ほとんど。火力もね、中戦車と大して変わんないんで、DPM も。で、おまけにローダーなので、軽戦車の要素はほぼない。高速使えた時の足が速いぐらいで、視界も大したことないし、隠蔽もね、大したことないので、やっぱ中戦車っぽい動き。車体のでかさもあるんでね。まあ、大抵のね、ローダー軽戦っていったらフランスのね、13ルートだと思うんですけど、MX の13ルートだと思うんですけど、あの辺りはやっぱり後部ボートなんで、地形対応能力が、まあ、ちょっと悪いっていうか、よくはないんですけど、まあ、こいつはね、すごく地形対応能力高いので、まあ、普通の、ボートが前にあって、で深くもある程度取れるっていう形で、なんでそういう点もね、抽選しちゃって。まあ、イメージとしては、T8 の中戦車ぐらいの性能という感じかな。ちょっと足の速い。OK。で、ある程度上は取り切りましたが、車両枚数は劣っています。はい。中戦車がね、もう、ほぼいなくなっちゃいましたね。AT がね、あれめちゃくちゃ強いんで、あれが残っているのが非常に辛いところ。あの K 線がね、散らかしまくってるんで、あれが葬られてくれると、葬られるって日本語合ってるか分からないけど、お亡くなりに なっていただくとかなり助かりますねと思ったら、まあ後ろ来ますよね。別に降りる必要はなかったよね。位置的には多分経営の7とかぐらいに追ってあげた方が良かったと思います。まあまあまあ、敵上がりたてやし、まだ間に合うと思ったけど、ガンガン来るんで、そこは上から打っていきます。こっちを見るな。携帯を跳ねていきますね。もう一丁、えい、でここは高速で上に上がっていきます。ワンチャンバーにする、あれない、もうちょい外側走った方がいい、怪しい。多分あのジュースに視界強化してないかも。
隠蔽の、円か点線の円は触れてるんで、飯食ったりとか評価されてたら見られてる可能性高いです。まあ、そんなんはどうでもよくて、とりあえずねクロスをしっかりと作っていくために、Kラインからね、打っていくっていう感じです。降りちゃった。そしてそこを誰も打ててない。なんかみんな北行っちゃったな。みんな駆逐の方行っちゃったな。全員で行く必要ないんじゃないか説濃厚ですけど、しかもみんな同じ人が集まっちゃった。クロスで打とうとか行きましょうよ。まあまあやれたと思うけど、帰るうちに帰るうちに泡のことをちょっと言ったりな。一人でこれちょんちょんやってても仕方がないので、多分向こうに加勢するのかな。それかあれを食いに行くかな。食いに行く行かない、まあ、向こうを先片付けましょうという感じですね多分。後ろにおるのが、まあ一応抽選者おるけど、100P は遅いし、まあ 50TP も遅いので、多分厄介な AT を先葬るという形かな。ただこれバレたら欲はめっちゃもらうけどな。結構リスキーな動きですね。ここまで追いかけ回す必要があったのか、確かに。あと打たれないんで許されてるみたいですけど、ちょっとね危なっかしいかも。うん、ターボ切るところもちょっと危険すぎるんですけど、 OK やれたので OK です。でもあの重戦車がヘイト買ってくれてたから多分狙われてないって感じかな。ただやられちゃうよね、3対1なんで。でこっからはあいつらが真ん中入るのであれば一応通行は取れるけども、視界が維持できなさそうです。取れないか。高速解除してもいいんじゃない。降りてくることを予想してこの辺りに。イエラルド、あれは本みたいな。からの、やれるか。持っていきたい。オッケー、燃えた。あれはまあどうでもいい。中層。とりあえず残ってるかと言って、高速で向こう行ってあげたね。はい。ストライカー一発目でろ。やられました。だから装填は多分入っていると思われるんで、到着した頃には先手で撃てると思われます。さあいけるか。 OK 止まってくれた。あんまちょっと中とかに入られるとだるかったけど、ああ間に合うか。そうだな、結構ローダーの割に DPM あるから結構使いやすそうな車両です。撃ったけど、まあ、そんなの動力でとりあえず、撃ちまくって、すさみの辺に回らんでもいいかな。 OK で、あとは 100P ですね。 100P はまあ多分のそのとやってきているんで、次はここら辺で、ドッカン切ってターボで多分走り回って探して絡むという感じですかね。まああとちょっとだね、ヘルスね。で内側いるんで、このままこれ、ちょっと進みすぎて切れた。ドラッドも先方か。
抜けるか、抜きたい。おほ、打ったぞ。下がりすぎ。やりたくない？多分普通に打てばよくない？今慎重ですね。まあまあまあいいでしょう。まあ、あと4分もあるんでね。でまあ100ピアはおそらくこっちになんか近づいてくると思われるので、回り込んでって感じかな。多分初期砲っぽいけどな。どうなの、なんか弾がかすいよ。はーい、ビクトリー。ダメージ 7193、 7キラアシスト1097のエンバーチ。はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはドゥクラ峠の通常戦、北東脇ティア10トップです。まあもうチラチラ見えてるんですけど、まあこれはねボット戦なのでおまけパートになります。まあね、最初は軽戦車らしく足を使ってね、初動を取りに行きます。まあこれボット戦なんでね、まああんまりバレてうわーやべってなりやすい状況ではないんで、まあ強気にね、ガンガン行きます。敵の軽戦車が突っ込んできてもね、ほとんどがボットやったら、まあそのだいぶ後からやってくるんで、ということでね、強気に取っていきます。まあ別にあの茂みで隠された戦車に引っかかって、こういうの多いよな、マジでうざい。これ岩とか戦車とか、はい、まあそんなところでもいいですけど、まあ後ろにね大きく続いてる場合はこういうね初動でも全然いいです。ボット戦関係なし。まあ本来はね北東脇は、北攻めの方が強いです。ただ、まあ、いかんせん、うまくいかないので、みんなね、南に行きがちです。逆に、南西脇は南の方が強いので、勝ちやすいです。はい。ボットちゃんたちが、わらわらと来そうですね。まあ、そこを美味しく平らげていきたいところ。これはこいつになってる。この方向だけ出ている。これはちょっと抜けんな。ああ、重戦車ばっかや。抜けん。これは。これはちょっとさすがに抜けませんね。で、うちらのボットはね、まだ、到着すらしていなくて、ちょっと耐えなかった感じですね。よしよしよし。おい、振り向きショット怖すぎ。取れた。オッケー。こっちに。で、ちょっと、もう、抑えきれないよねってことで下がります。でちょうどねボットたちが近づいてきたので、スイッチして彼らにぶつけて後ろから撃っていくという感じですね。やりたい、もうちょい我慢したかったな。ああちょっと切れてる。え、ダメ、手前意志あるっぽい。なんか似たあたりがオッケー。あーちょっと下、左下、そうオッケー。まああとは打っていく作業ですわ。うん特に言うことないさすがおまけパートって感じだけど、参考になるとこあったら使用感ぐらいかただ打ってるだけなんで。割れるか、さすがに。
とちゃんはこっちには興味なさそう。もうちょいな、バックが速いと結構いい感じな気がするけど、もしかしたら。車体がでかいからね。まあ、これでも一応ね、PC 版よりは、確かに強くなってる。まあ、特にこの手法は、PC 版確かなかったので、本家。バーストの方だけだと。この手法がかなり強いので、まあ、実質強化されてきたようなものと言ってもいいかな。で、ボットの軍勢を始末したので、あとはそこでわらわらしてる、多分プレイヤー集団やと思うんですけど、それを買ったら終了ですね。はい。同じボット戦なのに圧倒的ですね。向こうがボット多いんじゃないか説あるな。ないんですけど、そういうことは。手法の性能もね、ケースにしてはかなり優秀です。ローダー砲やし、しかも。の割には、非常に優秀。車体とか、その目取りとかね、そういうところがやっぱり、あと、ケースっていうカテゴライザーなので、どうしてもね、ヘルスが少ないっていうのが、こいつの、まあ、デメリット。手法以外の、手法とか、その、車体の扱いやすさ。はあるんですけど、そのでかかったり、まあ、ケースに見合ってないスペックかな、がちょっとねっていう感じです。まあ、同じターボの使える、チーフブレイカーと比べると、やつは走りながら高速使えるんで、まずこのブランクがないっていうのと、あいつはインペア下がっても視界は落ちないので、まあ、そこですよね。あと向こうの DPM 高いし、で絡んだ時の、攻撃力は向こうの高いですよね。ただこっちはコンスタントにしっかりダメージ取れるんでっていう、まあ、差別化はちゃんとされていると思います。同じローダーで高速モード使える経線としては。まあ、あとは絡んで終了ですかね。OK。これが抽選者やったら、まあ、必然的にヘルスが増えるんで、まだマシな気はする。まだマシっていうか、もうちょい使いやすい感じがしなくもない。まあ、どちらかというと後半発揮する車両ではあるかな。目取りができないので。よいしょ、バーコーン。当然この車体の大きさの重量も結構だ。はい。ビクトリー。ダメージ6533のアシスト920の3キルエンバーチコショーありがとうございました。ではまた。改めてご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それと最近クラン開設したんや、まだまだメンバー募集してるから概要欄の URL をチェックしてな。ほら